こんばんは。7月24日火曜日、夜のスピリチュアルテレビの時間です。今日は、元薬剤師、ホメオパスの畠山道夫さんにゲストで来ていただいてます。道夫さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。道夫さんのことは、結構何年か前に、ブログかなんか、アメブロかな、なんかで知って、てたんですけど、実際こうお会いすることがないまま経過してたんですけど、だから実は私が住んでる近所にそういう方がいらっしゃるっていうことをお聞きして、それが私知ってるっていうので全然とかがなくて、でその方がきっかけで道夫さんのところに伺わさせていただいて、でしてもらったんですけど、その時にね、実際ちょっとキネシーのこととかトントンセラピーとか、あとホメオパシーとか、あとそうですね、魔法の質問カード使ったこととか、盛りだくさんにいろんなことを本当に、その時間内もたっぷり教えていただいて、で、で、実際、まだまだ、ホメオパシーってなんだって、まだまだ日本で伝わってない時から、もうそういうことに目を向けられてて、で、イギリスの方に行かれてたっていうことで、本当にすごいなと思ってるんですけど、そうですね、まずどこから聞いたらいいかなと思うんですけど、その薬剤師されてたってことで、まずその薬剤師さんっていうのはどうやって目指されたっていうか、きっかけとかあったんですか？薬剤師になった理由ですか？はい、まずそこからちょっと聞きたいな。薬剤師になった理由、ずいぶん昔やな薬剤師になった理由ね、まあ特になりたいというわけじゃなかったんですよ。でもまあ、国家資格を取っておけば薬剤師ってね、一生もんなので、はいはい、一生食べることには困らないだろうというほんの軽い気持ちでしたね。あ、そうだったんですね。ね、なかなかあれですね、私の友達もその高校で、選択授業あった時に選択まあする時に薬剤師になるっていうので数学、理数系の方を聞いてたんですけど、周りがほとんど、クラス男の子ばっかりだったんですけど、うん、そんな感じだったんですか？はい。文化系でもいけるんですよ、薬科には。あ、そうなんですか。うん、知らんか。テスト科目の問題だから。うんうんうん。うん、文化系から受けれるテストもあるので、はいはい、科目で行けるので、うん、文系からでも受けられると思いますよ。あ、そうなんですね。私もなんかその時点で無理やと思ってましたね。そうだったんですね。まあでもね、国立大学行くのと私立大学行くのと試験科目がちょっと違うんでね。なるほどな。はいはい。そうですね。薬剤師に実際になられてどうでした？そこ言う？ね、はっきり言って、ごめんなさい、今薬剤師の仕事をされている方に悪いけど、うん、ちょっとがっかりしました。ああ、どんな風に？うん、基本的には処方箋を受けて、そのお薬を作るわけですよ、薬剤師っていうのは。うんうん、それで患者さんにお薬を渡すというのが、まあ普通の、まあ、薬剤師の仕事ですよね。まあ、他は製薬会社に行くとか、そこで新薬を作る研究するとかね、はい、そういうのはありますけど、まあ、通常の調剤をやっている、お薬を作ってる薬剤師さんっていうのは、お医者さんからの処方箋をそのままその通りに作って、それで患者さんに渡すと、うんうんうん、いうことですよね。はいはい。そこに自分の個性は入らないんです、はっきり言って。ああ、なるほど。はいはい。もちろん間違わないように作るのが一番大事なんだけれどもね。
うん、で、まあ、あの処方箋のおかしいところがあればドクターに問い合わせるっていうことをちゃんと確かめて出すんだけれども、うんうん、その作ったものをその、あの処方箋通り作ったお薬をその渡すっていうことだから、はい、うん、あのもう一つこう流れ作業じゃないですけどね、うんうん、そこで患者さんのためになんかもうちょっとこう言ってあげたいこととかあったりしても、うん、そこの場は普通は言えないところなので、うん、お話できないわけですね、うんうん、それであまりにもこの機械的な作業みたいなのが印象だったので、うん、ね、やっぱりねちょっとがっくりきたなっていうところがありますね。うん、そこから漢方とかサプリメントのアドバイスするようになった流れっていうのはどういう感じで？あのですね、話せば長いことながら1時間だったら大丈夫かあのね、そういうことで一時私薬剤師辞めようかなと思った時期もあったんですね、はい、うん、一時的にそう思ったこともあったんだけど、まあ、ひょんなことからまた薬剤師することになって、うん、でその時に実は漢方薬ですね、これをちょっと学ぶことになったんですね、うん、で漢方薬っていうのはこう漢方相談っていうのが、ね、ありますよね。だから患者さんとこう患者さんにいろいろ直接一対一で質問する、うんうん、それで、まあ、アドバイスしたりとか、漢方薬の種類を選んだりとかするんだけれども、はい、その時にやっぱりなんか仕事してるっていうね、うん、仕事してる感みたいなのがすごくやっぱりあったんですね、うん、でそれで、言ってたんだけれども、その漢方薬を使っても、ね、なかなか良くならない患者さんがいたんですよ、はい、うん、でその時になんで漢方薬ではあかんのやろなみたいな感じでね、漢方薬って、まあ、体に優しく働きますっていうことじゃないですか、はい、それでもその方は受け付けない、はいはいはい、それで、まあ、それがきっかけになって漢方以外の他のいわゆる代替療法、補完療法とかいうものにすごく興味持ち出したんですね。どんなものがあるだろうっていうことでいろいろ本読んだりとか、まあ、ネットで検索したりとかして、でその中で見つかった一つがホメオパシーだったんですね。ああ、なるほど、うん、でその当時は、まあ、1998年、7年ぐらいですね。で、ホメオパシーの本っていうのが翻訳書がね多分1冊ぐらいしかなかったんですよ日本、うん、ね、で、まあ、本を買って読んだらすっごい面白くて、うんうんうん、めちゃこれ面白いなと思ったけれども、もちろんそんなホメオパシーのレメディーとかね言われるものって日本ではまだ全然販売されてないし、うん、で、まあ、自分で取ることもできないし、うん、まあ面白いな、面白そうだなっていうだけで終わったんですよ、その、うん、ではね。でまあそこからそれがきっかけになって、で実際にそのホメオパシーを使って、まあ、ホメオパシーがベースになったちょっとコンピューターソフトっていうものに出会う機会があったんですね、うん、でよしそれを使おうと、私はホメオパシー自体は分かんないけれども、まあ、そのソフトを使おうということで、まあ、当時勤めてたところですね、そこで購入していただいたものをこう使うようになったんですよ。それ大体1年ぐらいなんですけどもね。で使っていくうちに、やっぱりこれホメオパシーってもうちょっとちゃんと勉強したいなっていうふうに思うようになったんですね。結局漢方でも普通のお薬でもそうなんですけど、やっぱり物なんですよ、物質、成分、うんうんうん、成分ですよね、効いてるのは、はい、でもその漢方を使ってもダメだったっていう、まあ、変わらなかったっていうかあまり良くならなかった患者さんっていうのは実は心の問題があったわけですね。だからその方の症状っていうのは心の問題から来てる。はいはいはい、で心の問題って目に見えないでしょ、うん、目に見えないものはやっぱり目に見えないものでないとあかんのちゃうのっていうことなんですよ、うんうん、でホメオパシーって実際何かって言ったらものじゃないんですよね、うん、物じゃないんです、ものじゃなくて目に見えないんです、唾って言われましたけど
もう200年以上ね、もちろん使われているしね、うん、そういう歴史もずっと積み重なっているものなので、うん、これはやっぱりもうちょっとしっかり勉強したいなっていうことで、はいはいはい、実際に勉強しに行ったっていうことなんですね。あー、なるほど。もしかしたらこの、見ている方の中にそのホメオパシー自体こう一回も見たことがないとか、どういったものか本当に全くわからないっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、簡単に今ねちょっと説明してくれたんですけど、そういう初めての方もわかるようにこう説明しようと思ったらどういうふうにお伝えされてます？はい、私 YouTube 見てくださいなるほど、そっち振るか。ここにまあこんなキットがあるんですけどね、うんうん、これがホメオパシーのレメディキットって言われているものです。はい、うん、まあ、これはイギリスの薬局のなんですけどね、こんな感じでずらっと入ってるんですけどね、うんうん、まあ、見たとここんなもんです。はい、ちっちゃい砂糖玉なんですけど、で、ホメオパシーって、まあ、簡単に説明すると、はい、同種療法っていうふうに日本語で訳します、はい、同じ種類っていう意味ですね、同種療法。で、同種療法って何かっていうと、例えば熱が出てますと、熱が出てます、で、普通だったら解熱剤取るとこなんだけれども、ホメオパシーの場合はあなたはこんな熱出てるよっていうのを教えてくれるものなんです。うーん、熱って言ってもいろんな、ね、熱ありますよね、はい、うん、ただ単に高熱っていうだけじゃなくって一緒に頭が痛かったりとか、うん、そういうなんか付随した症状とかねあったりしますよね。で、それぞれいろんな熱、いろんなタイプの熱があるんだけれども、そういう今頭は、例えば頭が痛い熱が出てるよとかいうのをホメオパシーのレメディを取ることで、もう一度自分に改めてフィードバックするっていう、そういう働きになります。そういう情報を与えるっていう働きなんですね。何も入ってないって言ったでしょ？何も入ってないっていうか、まあね、ものじゃないっていうのは単なる情報なんですよ。インフォメーション。うん、それだけがそのレメディっていう、こんなちっちゃいね、粒のこういうところに入ってるわけね。だから CD ありますよね、CD。音楽ですね、はいはい、あれもそれの中には何も入ってないわけですよね。信号っていうか、その波っていうか、その情報だけが入ってる、うん、でもそれが、まあ、プレイヤーにかけると再生するじゃないですか、うんうん、それと一緒でホメオパシーのレメディもそういう情報が入ってるので、人間の体ってプレイヤーなので、うん、それが入ってくるとちゃんと再生するんですね。うん、そしたら、私こんな頭が痛い熱今出てるからちゃんと自分で治さないといけないと、うんうん、そういう形で自己治癒力ですね、自分のその人自身が持っている自己治癒力のスイッチが入る、うんうんうん、そういうで治そうとして体が動き始めると、うん、そういう働きをするものなんですね、はいはいはい、うん、不思議ですね。不思議ですね。考えて不思議だけどね。考えて不思議な感じなんですけども、まあ、それを最初に見つけた人が偉いというか、うん、ただでもこのホメオパシーっていう考え方自体はね、うん、ギリシャ時代かな。そうそうそう、紀元前に何千年というか、そういう時代にもあったものらしいんですね。すごい。なんでそういうこと気づきはったんやろね。それがね、その、まあ、ホメオパシーと名前をつけたハーネマンっていう人がいるんですけど、ドイツのね、はい、ドイツの薬剤師さんでもありお医者さんでもあったんですよ、その人は、はい、ですごい語学が堪能な人で、でその人がこう文献を翻訳したりしてる中でそういうものを見つけたらしいんです。見つけた。なるほど。で、それで同じ種類のものを使うっていうことで、同種療法、まあ、ホメオパシーっていう造語ですね、うん、はいはい、それを作ってホメオパシーとして自分が実践したっていうことですね、うん、すごい、うん、そしてイギリスの方に行かれっていうことなんですけど、はい、きっかけっていうのは、行こうと思ったのは
そのさっき言ったみたいなその患者さんですよね。はい。治らない患者さんがいたということと、それもきっかけになって、ちゃんとホメオパシーを勉強したいっていうね、思ったのと、海外に出たかった。そうだったんですか？なんでですか？そのイギリス行った時、私42歳だったんです。もうそれが最後のチャンスだろうと思いました。そう、海外に出ると。あ、そうだったんですね。それより遅くなったらもう体力も気力もなくなるぞと。それまでもう普通に英語とかは全然大丈夫だったんですか？英語はね、実は28、30、そのぐらいからずっとやってて、そこそこだったんですね。向こうの、まあ、カレッジへ行って、ついていけるのかなとは思ったけれども、まあ、外国人の友達とか、大丈夫やとか、なんか大丈夫やと言ってくれたんで、そうかなと思って、まあ、単純に あんまりそこは深く考えず 行きました。実際行ってみてどうでした？学んでみて。そうですね、やっぱりね、とにかく当時は、ホメオパシーについての本もなかったってね、私、1冊しか本、日本語の本を読んでなかったわけだし、使ったこともなくて行って、で、カレッジ入ったものの、まあ、専門学校ですよね、入りましたけど、周りもちろん全部外国人で、で、彼女たちは、まあ、その辺の市販のレメディとかね、使ってるわけですよ、普段から。だからある程度知ってるわけ。もう私全然使ったこともないし、何が何か全然わからないと。最初そのギャップにとなったんですけどもね。でもやっぱり慣れですね。だんだんこう言われてることとか、そういうことがこう結びついてくるんですね、最初わからなくても。なので、最初はちょっと大変な感じはしたけれども、面白くなってきました、だんだん。どれぐらい行ってらしたんですか？結局ね、途中で1年生、2年生からカレッジを変わったんですね。変わったんですね。なので、トータルで4年です。今もそれぐらいやっぱり学ばないといけない感じですか？今はね、まあ、学校によると思うんですけどもね、フルタイムだと2年かな？フルタイムコースっていうのだと2年。パートタイムだと3年とか4年ですね。で、今、まあ、私、ホメオパシーの通信教育のチューターっていうのをしてるんですけど、日本人の学生さんのためにね、してるんですけど、そのコースが2通りあって、1つは一般向けの方、もう1つはいわゆる有資格者っていうかな、お医者さんだったりとか、医療関係の資格を持ってる方、薬剤師とか看護師さんとか、そういう方向けのコースがあって、そちらは1年です。そうなんですね。かなりギュギュッと内容が濃いけど、1年です。もし見てる方でもしね、なんか聞いてみたいとかありましたら、この今見てもらってる画面の右側にチャットの場面があるので、そこに書き込んでもらったら、質問するのでね、遠慮なく入れてみてください。で、それでは、そうですね。で、学ばれて、日本に帰ってきて、さあっていう時に、きっと周りってほとんど知らなかったような気がするんですけど、どうでしたか？今でも知らないと思います。もうね、イギリスに住んでた時から、ずっとやっぱインターネット使ってるんですね、私ね。自分のホームページはずっとその頃からずっと出してるので、そういうつながりですね、やっぱりね。で、だから帰ってきてからも、インターネットで、こう、問い合わせが来たりとか、あと、まあ、ブログも始めたので、そのブログ経由だったりとか、
で、あと自分のところでちょっと講座をしたりとかセミナーしたりとか体験会、まあ、体験会今もしてるんですけど体験会をしたりとか、そういう形で、まあ、こんなね、イズミオスですもんね、私たちね、はい、イズミオスみたいなこの辺鄙なとこでもそんな辺鄙違いない町なんですけどね、町なんだけれども、あ、近くにこんな人いてるんやみたいな感じでね、あの来てくださったりとかね、うん、しますね、うん、はい、ブログのタイトルはここから骨部でいいんですかね、検索してます。そうですね、今ホームページがその形になってますね、はい、あの時々名前変えるんですけど私名前とホームページ入れてもらったら大体出てくると思うんです。そうですね、本当に、うん、なかなかいらっしゃらないと思ってそしてあれですよね、あの本の翻訳もされてて。そうです、はいはい、そうです、うん、2008年に出したんやったかな、うんうん、ね、あの紹介していただいたね、ブログで紹介していただいたんですけど、この本ですね、はい、これね、うん、子どものためのホメオパシーっていうことで、子どもさんっていうのはもう何歳ぐらいの方から大丈夫なんですか？あのお母さんのお腹にいる時からおですなるほど、うん、お薬じゃないのでね、ホメオパシーのレメディっていうのはね、あの例えば妊娠中のお母さんの体調を整えるためにも使えるし、はいはい、逆に、まあ、その妊娠中に風邪をひいたりしたら普通お薬飲めないじゃないですか、はい、うん、そういう時でもまあ安心して使えるものなんですね、うんうんうん、そういうところがあるので、やっぱり海外ではあのお母さん方がね、やっぱりずっと子どもさん、自分と子どもさんにずっと使ってきたっていう歴史もありますね。うん、だからあの始まったのがドイツなので、はい、ドイツとかだったらもっともっと一般的なのでね、うん、ドイツ、フランスとかも一般的ですね。なんかコンビニみたいなところで普通に売ってるんですよね。売ってますね、うん、ね、イギリスでも普通薬局にはみんな置いてるし、うん、よく使うものとかね置いてますしね、うん、すごいあのどこでも手に入るっていうか、それぐらい一般的なものですよね、うん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 、日本の場合ってやっぱりちょっと隔絶されてるので、うん、特にやっぱり日本の場合って英語圏のね情報しか入ってこないわけですよ、うん、ドイツ、フランスでどれだけ使われてても、ドイツ語で入ってこないし、うん、フランス語で入ってこないじゃないですか。なるほど。うん、だから、その他の情報とかもほとんど英語圏からしか入ってこないっていうね、うん、ところがありますね。そこでちょっと偏ってしまったりすることもあるので、うんうん、ただ、今、日本であるものが世界でも共通だと思わないでほしいんですね。うん。うん、日本独特のね、柄系じゃないけども、それにちょっと近いところがあるかもしれないですね。うん、ロンドンでね、ホメオパシーの相談とかされてたじゃないですか。で、まあ、日本でもされてるかと思うんですけど、なんか、そういう相談内容って大体同じような感じなんですか？やっぱちょっと国が違ったら相談内容って変わってくるものなんですか？うん、そんなに変わらないですよ。そんなに変わらないですよ。内容的にはね。うん。そっか、日本人の学生さんが、やっぱ学ぼうってされてる方がね、いらっしゃって、そういう方のまあ、サポートされてるみたいなんですけど、どういう、なんやろう、そういう学生さんがやっぱりそういうホメオパシー学ぼうってなるきっかけって、やっぱり医療関係の方が多かったりとかするんですか？そうですね、私が薬剤師だから、うん、薬剤師っていうことでやっぱり親近感がちょっとあって、うんうんうん、で申し込まれたりすることもあるかなと思うんですけどね。
あと結構やっぱり看護師さんとかも、うん、あった、あるし、うん、どうなんでしょうね、お医者さんもや、お医者さんややっぱり看護師さんもそうだけど、薬剤師でもね、ホメオパシー知らない人って山ほどいるわけで、実際日本ではね。はいはい。で、要するに、いわゆる通常の西洋医療以外に目を向ける人がどれだけいるかっていうことになるかな。どれだけその興味、そちらに興味を持つかなっていうことになるかな、思うんですよね。はいはい。うん、だって、ね、全然違う薬とは違うものだし、どっちかといえば薬とは逆の立場というか、そういうことになるから、例えば病気の見方であったりとか、そういう見方についてこう広い視野を持てるかどうかだと思うんですよ。はい、うん、ホメオパシーがベストじゃないしね、もちろんね、場合によってはホメオパシーじゃ間に合わない場合があるわけだし、うんうん、それはやっぱりこの今の医療とこう両方ね、こ うまくバランスをとって、うんうん、使っていけばいいんじゃないかなと思うんですね、将来的にはね、うん、いつぐらいの話になるか分かんないですけどね。いやでもね、本当に徐々にではありますけど、こういったことに関心がね、どんどん皆さん持たれてるなっていうのはすごく感じるので、今日もしかしてね、全く知らなかったっていう方が見てくれてるかもしれないんで、そういう方がもし一回使ってみたいわって思われた時に、まずどこにコンタクト取ったらいい感じですか？そうですね、まあ、一番おすすめのがあるんですけど、アコナイトとアルニカっていうね、はい、あるんですけどもね、で今ネット通販でね、買えます。うんうん、買えます。でそんなに高くないと思うんですけど、うん、高くなって、物はどこから買うかによると思うんだけど、まあ、その1本2本、まあ、ちょっと試してみたいなっていう方は、うん、この2本ぐらいのレメディですね、まあ、1本あるにかだけでもいいんだけど、うん、買っていただいて、取ってみる。いること、うん、でなぜそのアルニカとアコナイトを勧めるかっていうと、急になんか症状が出たりとかね、ちょっと疲れたな、いつも私この疲れたら風邪ひくんやけどみたいな人がいてはったら即取れるんですよ。うん、で、取るといつもやったらこっから風邪になるのに、あれ今回は風邪になれへんかったみたいなね、そういう経験をしてもらったら、そのレメディの働きっていうのかな、それが実感できると思うんですね。うんうんうん、やっぱり実感してもらわないとこれわからないと思う。うんうんうん、だからまあそれ以外に本はね、いろんな本は出てるので、今翻訳の本とか、それホメオパシー関係の本も何冊も出てるのでね、まあ、これも一冊ですけども、それ以外にもいっぱい出てるので、そう、初心者の方が使える本がいっぱいあるのでね、まあ、わざわざ買わなくても図書館行ったら借りれることもあるだろうし、いずれの図書館に置いてくれてると思うんですけど、これ、あそこで借りてもらってもいけるし、はい、ちょっと読んでいただいて、あ、こんなもんなんだみたいなね、ことを知っていただいたらなと思います。はい、何よりもね、まあ、キットを買えっていうわけじゃないです。私これを別に売ってるわけじゃないので、うん、キット全部買うとなったらやっぱ1万円とかそれしてしまうけどもね、レメディを、まあ、1本2本ぐらいは買って試してみて、で良さそうって思ったらそこでキットを買うなりすれば、これって42種類入ってるので、家庭で起こるようなね、いろんな
救急の状態あるじゃないですか。お腹痛くなったり、急にお腹痛くなったりとか、熱出たりもそうですけど、そういう時に使えるものが大体入ってるのでね。即取れる？即取れる？まあ、その都度、オーダーして、ネットでオーダーしてもいいんだけど、また届くと時間かかるし、結局割高になってしまうんですよね。いっぱいバラバラで買っていくとね。なので、まあ、キットがあるというのはそういう良さはあります。はい、私はだからそういう、救急の状態にレメディとか使ってもらうことで、結局自分の自己治癒力を使うことになるんですね。レメディお薬じゃないので、レメディが治すわけじゃないんです。結局治してるのは自分自身なので、その自分自身の、自己治癒力ですね、何かあった時に治す力っていうのが高まっていけば、はい、重い病気にならずに済む。軽い病気を薬で、いつもお薬使ってたらね、結局治し方わからないわけですよ。本来治すべきやり方が学べない。で適当にお薬でちょっと症状をごまかしてるみたいなね、症状を抑えることでごまかしてるみたいになってしまうでしょ。そうするとだん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 こうやっぱり自分の自己治癒力って弱ってしまう可能性が、で急性の状態が治りきらずにだん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 慢性の状態に移行していく。そうなるともうお医者さんにかからざるを得ないわけですね。そういう状態にならないように助けてくれるのが、まあ、こういうレメディキットのような救急の時のキットになりますよね。これがだから救急箱みたいに家にお家にあれば、だん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 こう お医者さんに行く回数とかも減って、で日本の医療費ね、今切迫してますよね。医療費も減ってきて、健康保険も安くなり、健康保険の 削減になる、何でしょうかね、保険料。そうですよね。だってレメディキット自体そんなめちゃくちゃ絶対変わらへんぐらいの値段でもないっていうのはすごく魅力の一つかなっていうふうな感じですよね、本当に。普通に元気にね、体だけじゃなくて心の方もね、元気に過ごす使ってほしいなと思うんですけどね。そうですよね。なんか薬がないような症状とか、そういうものに対してもあるのがすごいなっていうふうに思いますけどね、本当に。でなんかもうどうしたらいいか分からんような、ね、病院ではちょっと対処というか、っていうようなものもちゃんとあるっていうのがやっぱりすごいなっていう。そうですね、結構すごいなと思うのはね、セピアっていうレメディあるんですよ。イカスミから作ったね、イカスミから作ったレメディね。これね、例えば女性の更年期障害とか症状とか、いわゆる不定愁訴ですよね、ホルモンバランスが関係したね、そういうものにすごくいいんですね。結構ホメオパシーってその女性の生理の問題とか得意なんですよ。病院であれば例えば HRT、ね、ホルモン療法とか、に行くところが、自分の自己治癒力でバランスを取るように持っていける可能性がある。でも周りでも結構ね、本当に話してるだけで汗出て、でもどうしようもなくていろいろ漢方やら何やらしてるけどなかなかっていう方も結構ね聞きますので、一度ね試してみられたらなっていうふうにと思いますね。なんかそのやっぱり自分の自己治癒力を強めることができるっていうのはすごいですね。そうですね、それはやっぱり一番いいところかな。それ
と道夫さんはその、ね、ホメオパシーもそうなんですけど、それ以外に、まあ、キネシとかトントンセラピーとかカラー音叉カフェ キネシカフェキネシね、魔法質問とか心理カウンセラーとかアロマとかね、いろいろされてるんですけど、やっぱり全部あの前言われてる、まあ、関連してるっていうか、セラピー自体はね、違うんですけど、アプローチが違うだけで、本当にこう自己治癒力とかその人のね、あの根本からこう改善できるようなことばかりこう選ばれてるなっていうふうに感じるんですけど、あのトントンセラピーってね、まあ、キネシは聞いた人おるかもしれない。トントンセラピーってあの私とかはまあ好きとかそういうのをあの調べてこう体験するのとか好きだからあれなんですけど、一般の人は多分まだまだトントンセラピーとか知らないんちゃうかなと思うんですけど、トントンセラピーってもう分かりやすくね、私名前つけて言ってますけど、うん、あの本当はエモーショナルフリーダムテクニック EFT っていうんですね、はい、こういう本が出てますけどね、あの、うん、エモーショナル感情ですね、エモーショナルでフリーダム解放ですね、でテクニックはテクニックなんですけど、その略頭文字で EFT って言いますね、で EFT ってあの何をするかって言ったらこうタッピングなんですね、こうやって頭のところからずっとこういわゆる針でいう経絡のポイントなんですけど、それをトン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 と8箇所指先でタッピングってトン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 叩いていくんだけど、それで、感情的なブロックみたいな、うん、自分に溜まっている例えば怒りであったりとか悲しみであったりとかね、そういう感情をこう自分からこう解放する、そういうテクニックなんですね。でこれはあのアメリカから始まってるんですけど、はっきり言ってただのものです、もともとただなんです。なので、まあ、EFT っていうね、ネットで検索してもらったらおそらく海外の動画とかね、がいっぱい出てくると思うんですよ。でそれを見てもらったら、もちろん英語とかいろんな国の言葉でやってたりするんですけど、実際にやっているね、あの動画が見れますしね。で、これがなぜいいかって言ったら、もう何も道具も自分の手だけでできるじゃないですか、だから非常に安全だしお金もかからないわけですね、で、この本の帯のところに書いてますけど、これ見せていいかな別に本の宣伝じゃないんだけど、ストレスが消えるとか自信がつくとかね、まあ、心理療法ですね、これもね、行動心理療法って言われるものらしいです。普通だったらこうカウンセリング行って自分の気持ちを吐き出してで楽になってっていうところを、まあ、自分の手でトントン叩くことで、わざわざそういろんなこと言わなくても自然にこう自分の溜まっている気持ちが解放できる、すごいテクニックだなと思うんですね。でやっぱり人間ってすごい感情で左右されるんですよ。それは物質としての体があるからみたいなんですけど、体がある限りは感情にすごい支配される。なのでそのネガティブな感情を体に溜めているとあちこちにガタが来る可能性があるんですね。その最たるものがいわゆるがんになってしまうと、全部自分に気持ちを全部抑え込んでね、それがどん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 体の中で勝手に大きくなるっていうふうになりますよね。あれがまあがんになる原因の一つじゃないかっていうふうに、ね、考えられるということですよね。だからそういう感情をためずに自分から自分でだんだん何度も自分でスムーズに回復
解放していく方法の一つとしてはね、やっぱりおすすめかなと思いますね。うん、それもまあホメオパシーやっていくうちに、そういういろんな、ちょっとこれ素早い方法ですね。これどっちかというとトントンっていうのは積極的に自分から解放するから、ホメオパシーのレメディって取ってから待ってないといけないんですよ。そこがちょっと違うとこですよね、やっぱりね。ポジティブな方法としてね。そうですね。じゃあ、なんか今見てる人も一緒にできる感じですか？私はまあ、伺わせていただいて、その場でね、させてもらって、本当に簡単なのでびっくりしたんですけど、一番簡単で、こう、今見てる人も一緒にできそうなやつってあります？できそう。人によって、おそらく、気にかかってることとか違うと思うので。ああ、なるほど。ねえ。私の YouTube の方でも、このやり方はね、動画で出してるんですね。なので、そちらもちょっとまた見ていただいたらいいかなと思うんですけど、ショートカットやっておきますか？はい、お願いします。そうです。本当はこう8箇所順番に叩いていくんですけどね、タッピングしていくんだけれども、本にも書いていないこうショートカットっていうのがあって、手首の指3本ぐらい下のところですね、うん、そこをこうトン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 と叩く、この内側ね、内側と外側両方タッピングするんですけど、でこの時に例えばね、普段の生活とかなんかの時にちょっとムカッとくることがあったりしますよね。なんかね、そういう時にちょっとムカつくなっていう、なんやの腹立つなっていう感じでこうトン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 とその時に叩いてほしいんですね。で右手でも左手でもいいです、どちらでもいいです、うん、で、まあ、今これ見えるようにやってますけど、もちろんこれテーブルの下とかに手を入れてね、見えないようにこっそりやって構わないし、それをまあちょっとムカつくことなり何でもいいんですけど、そういうことがあったら、そういう口に出しながら、まあ、言えなかったら頭の中でいいので、トイレに書き込んでやってもらってもいいですけどもね、はい、やってもらったら、ムカついたその怒りみたいなのが体に残ることを防げるんですね。ちびむか解消ショートカットって言いますけどね、簡単ですしね、うん、本当にこれは簡単です。まあその後できたら、できるだけまあ深呼吸してもらうとね、いいんですね。で私なんかそれたまにやると、ここの叩くところがね、タッピングするとこすっごい痛いんですよ、軽く叩いても、まあ、そういう時はその痛みがなくなるまでちょっとトントンしてます。で、あと、深呼吸5、6回すると、すごいスッキリしますね。ぜひ、試していただいたらいいかなと思います。本当ですね。なんか簡単にできるし、本当にすぐ取り入れられますね、今からすぐ。そうなんです。これね、本当に3つぐらいの子供さんからできる方法なので、まあ、トントン自体もね、3つぐらいの子供さんからも、子ども向けの本も出てたりするしね、できるので、そうすると子どもさんにこう例えばいじめがあったりとかねした場合にね、気持ちがやっぱりこう悲しみとか全部残ってるわけですよね。でそういう気持ちとかをこう解放してあげたら、うん、ずっと楽になるんじゃないかなと思うんですね。いくら口で言ってもね、子どもさんだから分からなかったりするけど、これって別に言葉で納得させるとかそういうものじゃないので、うん、誰でもね、できる方法なのでいいかなと思いますね、うん、今までね関わってこられて、まあ、いろんな症例あるかと思うんですけど、なんか一番印象的だった例とかあります？印象的な、何を使ってでしょう？あ、もうなんかいろいろされてるんで、もう何でも大丈夫なんですけど、なんかこれ
やってみて自分でもおおって思ったみたいな何かありましたら教えてほしいなと思うんですけど。おーって思うのは、今一番よくおーって思うのはキネシオロジーかもしれないですね。あ、そうですか。なんか今日キネシの話ほとんど時間してないですけど、どういったことがあったんですか。まずキネシです。ちょっと軽くキネシについて言ってもらって教えてもらっていいですか。はい、キネシオロジーっていうのもね、ほとんど知られてないんだけど、何をするかって言ったら、まあ、筋肉反射テスト、うん、筋反射テストっていうことで、腕とか、ね、足とかをこう形にしてもらって、押さえた時にこう下がらないように力をぐっと入れてもらうんですね。で、その、いろんな体中の筋肉ですね、それをテストすることで、そことつながっている臓器、内臓臓器、肝臓、腎臓とかそういう臓器の、バランスが取れているかどうかっていうことが分かる方法なんですね。で、もともとはカイロプラクティックから出てきたもので、一般の方が使えるように、これもアメリカから始まってるんですけども、タッチフォーヘルスっていう名前で広がってます。で、まあ、キネシオロジーっていうのは一度身につければ、まあ、一生もんです、はっきり言って。で、そのもともとはその体のバランスを取るためのものだったんだけれども、それが体のバランスだけじゃなくって心のバランスですね、それもこの筋反射テストで分かるっていうことがね、分かったんですね、分かってきたっていうかな。で、なので、そういう感情的な問題だったりも、キネシオロジーで扱う方法があるんですね。で、キネシオロジーっていうのはとにかくそういう形で、自分で、自分の体が教えてくれるものなので、例えばこういうレメディキットのレメディだったりとか、フラワーエッセンスだったりとかが自分に合うかどうか、自分が今必要としているかどうかっていうこともテストできるんですね。で、そのテストができるっていうところで、私の方で、救急相談とかしてるんですけど、そういう場合にもキネシオロジーを使います。で、キネシオロジーのちょっとすごいところというか、まやつばと思われるかどうかわからないけど、遠隔でできるんですね、テストが。で、遠隔のテストをして選んだホメオパシーのレメディとかがバッチリなんです。これ私特技かなとか自分で思ってるんだけど、結構いい反応です。8割9割方、いけます。必要なレメディを選べてるっていうことなんですね。で、ちょっとこれはすごいかなと自分では思うんですけどね。すごいですよね。なんかその場にじゃあ行かなくてもご相談があって、じゃあこれがいいんじゃないかなっていうのも確認できるっていうことですもんね。そうですね。ただ、基本的にはそれをやっているのは、救急の症状で、このレメディキットを自分で使っていただいた方対象なんですけどもね。あとはもう慢性症状で私が見てる方はもうずっとそういうその方がどういう状態か分かっているので、そういう遠隔で見れるんだけれども、やっぱり全くはお会いしたことがない方とかちょっと難しい場合もありますね。ちょっとよりますけどね。なるほど。他にもなんかこのカフェキネシラバーズっていうのは、ラバーズ、はい、カフェキネシっていうのは、はい、アロマセラピーのアロマオイル特製ブレンドされたものがあるんですけど、
それを使うんですね。まあカフェ、普通のお茶飲むカフェでもできるぐらい簡単なキネシオロジーということで、カフェキネシっていう名前がついてるんですけど、はい、これはあの指をテストします。まあ、指ももちろんこう筋肉ついてるわけですよね。筋肉ついてたらこう動くわけなんだけれども、この指をこう押さえること、まあ、今これ空中だけど、テーブルとしてもらったら、こうやって置いて、うん、で、指をこう押さえて、反応を見るわけですね。キネシオロジーってのはこう力が入る、入らない、なので。で、それで、その体のストレスに合うようなストレスを解消するようなアロマセラピーの特製ブレンドのこういうスプレーがあるので、まあ、こういうのに入ってるんですけど、これをシュッとしてその香りをアロマのね香りをあの嗅いでいただくと、そういう方法です。これはこれ勧めてらっしゃる方があります、カフェキニシっていうことで、うん、まあアロマのオイルなんでね、いろんな香りがあって、で、1,2,3,4,5、まあ、基本的にはもうブレンドされても6本だけ入ってる形なので、はい、うん、で、手軽にはできるんですけどね、キネシの練習も兼ねてできるかな、指だけなのでね、うん、まあそうですね、キネシオロジーっていうのはやっぱり練習してもらわないと感覚がわからないんですよ、うん、力が入る入らない、特にこれカフェキネシ指なので、うん、ちょっと微妙な、ね、動きになりますよね、うんうん、でもできるようになったら本当に自分で簡単にできる感じですね、誰かに押してもらわないし、自分で押していいんですよね、これ指自分で慣れれば自分でもできると思いますね。うん。だから、前、1回、2回、まだそんなに回数やってないんですけどね、カフェキネシではなくって、はい、指で、自分の指を使って、セルフキネシオロジーのセミナーみたいなのをね、やったことはあるんですけどね、うん、それなりに皆さんできてたような感じはするんだけど、はい、あとはキネシオロジーはやっぱりもう慣れしかないんですよ。回数をどれだけこなすかです。ひたすら回数をこなすしかないみたいな。もう私10年以上やってるのでね。指も応用としてはいいんですけどね。実際基礎的なものの体で感じておくと確かかなっていうのはありますね。うん。なんかいろいろ聞きたいことがまだねできることが多いんであるんですけど、時間があと5分ぐらいになってるんですけど。早いですね。本当にまだまだ聞けてないことがたくさんあるんですけど、なんかこれだけはこう。知ってる方に伝えたいとか、なんかこれは言っとかなっていうのとかもしあったら優先的にお話ししてもらっていいですか？じゃあ一応告知しておきましょうか。はい、お願いします。今ですね、体験会っていうのをやってます。月1回、毎月第1木曜日。はい、でこれはホメオパシーのお話ではなくて、ブッシュフラワーエッセンスと、魔法の質問カードと、それから、キネシオロジーの体験、それから、トントンセラピーですね、その体験会になってます。はい、で、キネシオロジーをしっかりやっぱり体験してもらいたいのもあるので、定員はだいたい4名ぐらいです。すごい絞り込んでますけどね。うん、そうしないと、はい。ということで、この次は8月の2日になっております。はい。はい、まだお申し込みは大丈夫です。はい。はい、で、その日以外でも、もし、ご希望がありましたら、時間とかね、合わせることもできるので、ご連絡いただけたらなと思います。はい。
ブログの方からアクセスできる感じですかね。大丈夫です。はい。はい、じゃあタイトルお願いします、はい、ブログの。あ、ホメオパシーで検索したらいいんやったっけ。ブログのタイトルでも、どちらでもいいんですね。はいはい。はい。この畠山道をホメオパシーでやってもらったら多分出てくるですね。ね。はい。はい、で、あとね、少ししか時間ないんですけど、今ね、フラワーレメディの話が、フラワーレメディって、ピロってこう、お話ししてもらったんですけど、フラワーレメディももしかしたら知らない方いるかもしれないんで、簡単にどういうものかちょっと。フラワーエッセンスって言いますね。フラワーエッセンスって言うんですけど、あの、バッチフラワーっていう名前は聞いたことがある方多いと思うんですけど、私が主に使うのは、あの、オーストラリアブッシュフラワーエッセンスと言います。オーストラリアのものですね。で、だいたい20年ぐらい前かな。割と最近のものなんですね。で、バッチフラワーは、あの、100年前のものです。で、あの、それが世界中に広まって、いろんな国でいろんなね、そこの国のお花を使って、できてるんですけども、あの、主に精神的なもの。いわゆる感情面とかメンタル面とかね。働きかけるものです。これもやっぱりものではなくて情報だけが入ってるんですけどね。ブッシュフラワーはなぜ私が使うかっていうと、その心の問題だけではなくて、ブッシュフラワーは体の症状にも使えるんです。アレルギーだったりとかね、生理の問題だったりとかね、使えるので、かなりあのフラワーエッセンスの中でも、強力に働くものって言われてるんですね。強力って言っても安全ですけどね、うん、そういうものです。はい、液体のエッセンスです。はい、ありがとうございました、はい、本当にあのまだ聞けてないこととかもあるんですけど、ぜひぜひあの、ね、実際会っていただいて、その時にいろいろ聞いていただけたらなと思いますし、本当に、はい、あの体のことから見えないことまであのフォローアップできるように本当にいろいろ学ばれてますし、なかなかこう周りにいない体験、そのね、実際あのイギリスに行かれたりとかいうのはあのなかなか聞けるお話じゃないと思うので、あのご興味ある方はね、いろいろ質問されて聞かせていただくこともできると思うので、あと本当にあのブログの方を見ていただいたら、動画がね結構充実されてますし、あの記事の方も本当にあの、分かりやすくあの説明文があのいろいろ書かれているので、それだけでも結構知識的にはあの充実した内容を本当アップされてるなというふうに感じて、はい、はい、なんかそこをちょっと見てもらって、でもっとね、いろいろ実際こう多分見たら興味出て、ね、体験したいと思われる方もおると思うので、そういう方はぜひあのアクセスしてもらってあの参加していただけたらなと思います。はい、じゃあお時間になりましたので、はい、今日は本当にありがとうございました。しました。はい。じゃあ、それでは、あの、スカイプの方切っていただいて大丈夫です。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。ありがとうございました。はい。はい、ぶっちさん、ありがとうございます。これで終わります。はい、見てくださった方もありがとうございました。また第2、第4火曜日の8時よろしくお願いします。他の、番組表も見ていただいて面白いのがいっぱいなのでお願いします。はい、以上です。